まはピチピチの37歳になりました。成り立てです。今ちょうどコンサートを終えて1時間ちょっとぐらいか、1時間経ってないぐらいですね。無事に福岡で初日を終えました。ありがとうございます。本当にね、結構ここまで自分ドラマ撮ったりとかもしてたんでバタバタだったんですけど、無事に初日の幕が開いて、今無事に終わりました。これはメイクさんとマネージャーさんが飾ってくれてたみたいです。ありがとうございます。誕生日おめでとう。ありがとう。そうなんですよ。で、今終わって、もう会場は今ちょうどバラしてて、僕らもコンサート終えて、スタッフさんとかとダメ出しをして、今日は2回公演だったんで、はい、心地よくくでたまです。ありがとうございます。いや、37歳ですよ。いや、もうなんかちょっと誕生日な感じも全然まだしてないんですけど、今日も会場で本当にたくさんのね、昼も夜もみんながおめでとうをこう歌ってくれたりとかして、しかしさ、うちわでね、ろうそく消してみたいな、で俺歌ってんの「ピースフルテー」って歌ってんの「テー」っていうとこ歌ってんのに「いやいや不見は」みたいな。これは困りましたね。吹けませんみたいなね。そう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 。携帯鳴ってるの気になる。すいません。なんかね、今日はいろんなものを用意してくれてる。なんかそう、見に来てくれた人たちとか、ね、帰りとかで今見れないみたいなのはなんか、ちょっとすいません、この時間帯じゃなくて。ちょっとできる環境になかったので、そうなんですよ。いや、おめでとう、ありがとう。そうそう、なかなか誕生日、そう、今福岡ちょうど会場です。まだ終わって、本当にダメ出し終わって、パーカー、そう、これカトゥーンの今年のツアーグッズです。ちょっとこだわっていろいろプリントとかもやりました。なんかサイズ感とかも結構やったり、そうそうそう、そんなこんなでございますよ。まだシャワーも浴びずに8時に待機してました。いや、家帰り着きました。あ、もうライブ終わって家着いた。あ、いや、まあ、近い人はそっか。そうだよね。いや、今日さ、昼公演の時に、まあ、お風呂ちょっと外に入り行ったんですけど、予定の時間にこう帰ってくるように、まあ、設定の時間で、帰ってくると思ったんだけど、大渋滞、会場周りが。まあ、みんなそう、車で来てる人とかもいる。危なかった、時間。初日の「イエーイ!」とかやって、そう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 、あ、今から岡山気をつけてお帰りください。そうだよね、ちょっとライブ来てくださった方は、うんだよね、今ちょうど帰り、パンで白だとつきそうで着れない、来てください、会場でも来てください。確か女の子そうなのか、ファンデーションとか今いっぱいいい洗剤も出てると思いますから。ぜひ来てください。お願いします。これで今見えない。名古屋行きます。ありがとうございます。楽しみ。ありがとう。洗剤は。コメント読みたいに行こう。
ルダハートってどっち？こっち？こっち？どっち？こっち？こっち？こっち？あ、彼とおソロにします。ぜひぜひ来てくださいな。でもグッズやっぱね、使ってくれるの嬉しいよ。すごい考えて作ってるんで、それはやっぱすごいめちゃくちゃ嬉しいです。喉大丈夫ですか？大丈夫よ。でも昨日入ってリハやってゲネやって今日2公演だったんで、なんかほんと計4公演ぐらい、2日間4公演、結構もう37歳頑張りましたみたいな。でも全然、でお客さんも声出せるようになったんで、なんかその辺はやっぱ徐々にだけど、あの感覚としては戻ってきて、すごく、うん、楽しく素敵な誕生日を迎えることができました。ありがとうございます。そう、亀ちゃんの誕生日祝日の、どう？コメント読むよ。コメント読みますよ。福岡寒い。まあ、若干寒いね。悲しくのせい聞けて嬉しかったです。せい言ってましたか？言ってたか。コメント送って、コメント送って。ハッピーバースデー、ありがとう。ありがとう。ちょっと今まだアイドルモードが。今回は6カ所か、全国20公演。もうライブ終わりで。スクショタイム、あ、そうだ、スクショタイムっていうのがあったな。スクショタイム、あ、出てて、なんか、ね、機械をつけてもらってるんだけど、夕食何食べよう。汗ダクダクのまま髪の毛もくしゃくしゃで、すいません。どん、よし、どんなポーズにする？どういうポーズがいい？どんなポーズがいいですか？えい、あとでちょっとなんか会場で撮った誕生日投稿しますね。ハッピーバースデー。どうする？出てる。なんかこうやって撮ったらあれだね。仕事の公式感ある。ポーズは？ポーズを。あ、コメントオフにして。一回じゃコメント切るよ。コメントどうやって切るんだっけ。これかプラス、こっちか。一回、はい、マネージャーさんに入っていただきます。どれ、どこすんの、これ。教えて、どうやって切るんだっけ。コメントの切り方教えてください。誰か今日説明書持ってない。伊達さんからメッキだ。来た。後輩は目黒も送ってくれたし、後輩何人かから来てます。いやでももう LINE とか昨日もちょっと大丈夫。そう、なんか昨日悪いみたいな。大丈夫？電波大丈夫？コメントオフにしたから分かんなくなった。電波大丈夫なのかな？
どうですか？コメントもう一回オンにして電波は OK？ OK？ 戻った？I'm coming back。 OK ですか？よし、スクショタイム、OK、コメントオフ。撮れた？皆さん、撮れましたか？撮れた？ OK。 よし、そろそろシャワー浴びるよ。いや、本当にね、たくさんの人たちのお祝いメールとか誕生日とかなかなかこういう機会もないんで、今回こうやって繋がらせてもらいましたけど、ありがとうございました。ね、そう、会場で帰れて見れないって言って、前髪がだいぶ強いんだけど、ポーズ早すぎ。ね、コース変えるのが早すぎってこと？どういうこと？OK かな？どうだい？また止まった？そう、2人はね、ちょっと俺、仕事の関係で、またちょっと別行動なんですよ。時間軸が。そうなんです。こういうのはスクショタイム、スクショタイム、トン、トン、 OK ですか？撮れましたか？じゃあシャワー浴びるよ。ありがとうね。またコンサートで言うと次は大阪ですかね。それまでちょっといろいろホームランとかドラマ無事になんとか撮り終えましたね。ありがとうございます。次のものの準備と、コンサートの今年はツアーをね、あと5カ所ですか、回ってきますんで、ね、じゃあ切るよ。またね。ありがとうございます。誕生日でした。あと4時間。またね。切るよ。バイバイ。アイドル。じゃね。